まるで満員電車の中であるかのようにお互いに足を踏みながら邪魔ばかりし合っていると。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はみずほ投資対象としてはということでやっていきたいと思います。はい、結論は高配当、ただ株価は横ばいというのが今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずということで、みずほですね、投資家目線で投資対象として見た場合、高配当だと、そしてですね、株価は割安だということで、みずほはですね、数字だけであれば、一見買い増しを続けながら長期的に複利で資産形成をしていきたい、賢明な投資家にとっては、魅力的な投資対象の一つに、見えるということですね。ただということで、配当利回りに関して言うと、配当利回りっていうのは配当金を株価で割るという、そういう式である以上、今後も引き続きですね、分配原資である当期純利益の増加となり続けるかというのを、分析する必要があるということです。はい、ただということで、はっきり言ってですね、みずほは直近30年で、日本で最も衰退した企業ということですよね。はい、というのはですね、1989年ということで、日本のバブル絶頂期のですね、世界時価総額ランキング、日本の時価総額ランキングじゃなくて世界時価総額ランキングで見たときに、2位が日本工業銀行、4位が富士銀行、そして5位が第一勧業銀行、2位4位5位ということですね。はい、で、3行合併で、みずほ銀行になっているということです。はい、で、合計するとですね、今の日本円に換算したときに、3行の時価総額をですね、足すと、26兆8235億あったということですよね。1989年時点でということです。はい、一方ということで、2023年現在の時価総額っていうのは、4.7 兆円だということです。はい、つまりということで、1989年3項合計で、26兆8235億あった時価総額は、現時点でですね、4兆7128億ということで、33年間で時価総額は6分の1になっているということですね。はい、で、みずほはなぜここまで大きく衰退したのかっていうことなんですけれども、今回は大きく2つ挙げています。1番はそもそも銀行業だからということですね。はい、2番は競合優位性がないということです。はい、でまず銀行業っていうところからなんですけれども、銀行っていうのは経済の主役ではないんですよね。あくまでも脇役、支援役であるということです。はい、ちなみにということで、経済における優先順位っていうのは、損益計算書の順番通りだということです。経済において一番重要なもの、2番目に重要なもの、3番目に重要なものというのは、はっきり言ったら損益計算書の順番通りということですね。はい、すなわちということで、まず一番最初に支払うのは原価だということです。つまり製造にかかった原材料、または製造に携わった人たちの労務費ですね。まずここが一番最初に払われるという会計処理をします。なぜかって言ったらこれが一番重要だからということですよね。一番最初に払われるべきものということです。で、2番目はその製品、商品を実際に、売るのにかかった、集客、広告、宣伝、販売、営業ですね、こういった販売に関わった費用っていうのが2番目に引かれるということです。そして3番目はこの製造営業を、管理するためにかかった管理費というのを、払うということですよね。ここまでが、いわゆる企業活動であり本業ということになります。だから、売上から製造にかかった原価を引いて、営業にかかった販売費を引いて、そして管理にかかった管理費を引いて、企業活動で本業でいくら利益が出ましたか、これで営業利益ですね。そしてその下で営業外費用ということで、例えば銀行に対しての金利、手数料とか、そういったものを払うということです。だから単純に言えば、4番目ということになります。はい、なので、企業の存在意義っていうのが、革新的な商品にある、顧客の創造である以上、経済の主役っていうのはやっぱり製造なんですよね。全世界のどの企業も新しい商品、新しいサービスっていうのを、開発して作らなければ絶対に新しい市場が作られるってことはないわけですよね。新しい商品、新しいサービスを利用する新しいお客さんっていうのが作られるということはないわけです。だから全世界の、いろんな企業がそれぞれ新しい製品、新しい商品、新しいサービスというのを作る、これが経済活動の一
番大前提、土台なわけですよね。そうすると、まあ、あとは、まあ、それを例えば販売で支援したり、もしくは管理で支援したり、まあ、今回で言えば金融で支援したりということです。だからやっぱり企業が何らかのですね、まあ、革新的な商品サービスっていうのを開発して作るというのが、まあ、経済の本質中の本質ということですよね。はい、対してということで、まあ、金融っていうのは、まあ、製造営業管理、まあ、この3機能で企業っていうのは成り立ってるわけですけれども、その企業っていうのを、まあ、支援する、お金の面で例えば時間を短縮したり、もしくは規模を拡大するというのを、まあ、助ける、支援する、やっぱりあくまで脇役だということです。はい、だから、まあ、製造や営業に比べて金融っていうのはやっぱり経済に対する付加価値っていうのが小さいんですよね。だから全世界の全ての企業が金融とかっていうのをもしやっていたとしたならば、はっきり言ったらどの企業も革新的な商品サービスっていうのを作らないということになるので、やっぱり製造が付加価値が大きいわけですよね。まあ、金融っていうのはやっぱり付加価値が小さい、だからまあ当然ね、利益率も低いということで、まあ、相対的に時価総額っていうのはやっぱり伸びにくい業種ということが言えます。しかもということで、まあ、30年前に比べて2023年現在っていうのは、まあ、全世界的に金余り状態ということで、まあ、全世界にはですね、まあ、産経円と呼ばれているお金が存在しているというふうに推計されています。うち1経円がですね、まあ、流通しているというふうにまあ考えられているわけで、まあ、ものすごい金額のお金っていうのが実際は存在しているわけですよね。だからお金の問題っていうのは足りない問題じゃなくて偏りの問題であって、あるところにはまあめちゃくちゃ余っているということですよね。であれば、お金が余っているというのであれば、まあ、結局足りないところと余ってるところを融通する金融に対して、銀行に対しての投資家からの期待っていうのも、まあ、当然低くなるということです。はい、なのでみずほがですね、まあ、30年間で大きく衰退したっていうのはやっぱり、まあ、そもそも銀行だからっていうのがまあ大きいということです。はい、そしてもう一点ということなんですけど、じゃあ今度はまあ競合優位性がないということで、まあ、銀行っていうのはですね、まあ、だからあんまり投資家から期待されてない業種業界ではあるんですけど、とはいえゼロでいいかって言ったらそんなことないわけですよね。やっぱり、今からですね、資金需要っていうのが、まあ、どんどん低下していくとしたとしても、やっぱりゼロっていうわけにはいかないわけです。だから、まあ、例えば日本で、まあ、銀行メガバンクっていうのはやっぱり一つ以上は、まあ、必要ということになるわけですよね。ってなれば、銀行は銀行同士で競争するし、メガバンクはメガバンク同士で競争するということになるわけですけど、そう考えた時に、まあ、みずほは他の銀行に比べての、まあ、競合優位性というのがないということです。はい、で仮にということで、まあ、競合ですね、まあ、今回はまあ日本最大のまあメガバンクであるまあ三菱 UFJ とみずほっていうのをですね、まあ、2002年から2022年の20年間の売上推移でまあ見た場合ということで、はい、2002年ですね、まあ、みずほは 5.2 兆円で三菱 UFJ は 3.3 兆円でしたということですよね。だから20年前はみずほの方が収益が大きかったということです。はい、それが20年経ってどうなったかというと、みずほは4兆円ですと、で三菱 UFJ は6兆円ですということで、まあ、20年間でみずほは売上を 24% 減らしていて、三菱 UFJ は 86% 伸ばしているということなんですよね。まあ、それで逆転しているということです。はい、まあ、なんとみずほはまあこの20年間でまあ売上を減らしている企業だということです。まあ、それは時価総額が、ね、低迷するのは当たり前ということですよね。はい、なぜまあみずほはここまで競合に負けたのかということなんですけど、まあ、それはですね、まあ、みずほっていう会社がどういう成り立ちで、なっているかというのをまあ見ればわかるということですね。はい、で、まあ、みずほっていうのは、まあ、大きくは3校ですね、まあ、細かく言えば4校がまあ合併した企業ということになります。まあ、第一と勘銀ですよね。その2つが合併して第一勘銀ですよね。でその第一勘銀と工銀と富士が合併して現在のみずほになっているということです。はい、でまあ、政府系中心でまあ合併したみずほっていうのは、まあ、社内の派閥争いが忙しすぎて、社外の競合と戦う組織体制にまあそもそもなってないということですよね。だから競合と戦うって言ったとしても、その戦う体制にそもそもなってない会社ということです。はい、というのはということで、例えば三菱 UFJ はですね、まあ、合併した時に明らかに三菱主導と、まあ、だから株を例えば1対1じゃなくて1対 0.6 みたいな感じでまあ合併してるんですよね。でこれはまあ三井住友も同じということで、だからまあ結局ですね、まあ、住友主導ということなんですよね。だからまあ結局三井はその前桜銀行だったわけで、まあ、住友銀行と桜銀行が合併した時にですね、まあ、はっきり言ったら三井は
は今まで使っていたシステムっていうのを、捨ててるんですよね。お住友のシステムっていうのを、まあ、全部入れたということです。だからどちらの企業がですね、まあ、合併した後にどちらの企業が主導権取るっていうのがはっきりしてたんですけど、みずほの場合は合併は3社の対等合併だったんですよね。だから株の価値っていうのが1対1対1で合併しているということです、はい、だからまあ人事っていうのも対等合併になっているということなんですよね。そしてやっぱ銀行で使うシステムっていうのも3社のシステムを全部残してしまったということです、はい、つまりということで、まあ、みずほの旧システムっていうのは第一勘銀が使ってたシステムは富士通が作ってましたと。で、工銀が使ってたシステムは日立が作ってましたと。で、富士銀行が使っていたシステムは日本 IBM が作ってましたと。で、3つの銀行が別々の会社が開発した別々のシステムっていうのをまあ使っていたということですよね。そしてこの3つのシステムっていうのを全て残した上で富士通、日立、日本 IBM に NTT データを加えた4社で、まあ、約4000億ですね。そして17年かけて、まあ、3つのシステムっていうのの統合作業っていうのをこれをやったということです。例えば三井住友の場合は住友が使っているシステムをもう三井は使うと。だから三井がもともと使ってたシステムは捨てたんですね。だから大きな問題っていうのは起きなかったわけですけど、みずほの場合は3つのシステム全部残した上でそれでですね統合作業っていうのをやったということです、はい、そしてついに完成したみずほのですね、まあ、これはまあメディアが呼んだわけですけど通称システムの桜田ファミリア、それぐらいですね、まあ、複雑回帰で一体いつ完成するんだというふうにまあ揶揄された、まあ、このみずほの新しい新システムっていうのは、まあ、その後何回もシステム障害っていうのを繰り返したということです。はい、でまあ、3校のうちどこかの1校が主導と決めた上で経営統合していたら、まあ、決して起こらなかった問題っていうのをみずほは起こしているということですよね。で、合併当時の経営陣のもう無能が4000億というお金と17年という時間の両方をもう無駄に浪費したということですよね。これどっかの銀行が使ってるシステムを全部で使いましょうと、あとの2つのシステムはもう潔く捨てましょうだったら、こんなお金と時間の浪費っていうのはなかったわけですけど、結局全く意味のない、本当に顧客のためには全く意味のないお金と時間の両方を浪費していた、まあ、それがみずほという会社だということです、はい、そしてまあ2023年になっても、まあ、みずほは社内で未だにですね、まあ、どこ出身なのかというのが非常にまあ大事っていうのが続いてしまっている会社ということです、はい、社内の人事に経営陣の時間の1割以上が使われてしまっている場合、組織の人数が単純に多すぎると、まるで満員電車の中であるかのようにお互いに足を踏みながら邪魔ばかりし合っているということですよね。だから戦うのは外なわけですよ、うちじゃないんですよね。だからうちで派閥争いとかやってる場合じゃないのに、まあ、みずほはやってる企業ということです、はい、このようにということで、まあ、みずほは社内の派閥争いが忙しすぎて社外の競合と戦う組織体制にそもそもなってないということですよね、まあ、だから結局20年間で売上を減らしてしまっているということです、はい、そしてもう一つということなんですけれども、はい、まあ、みずほはですね、まあ、政府系中心で合併したということなんですけれども、まあ、よく言えばですね、まあ、どの民間企業に対しても中立的な立場となりやすい銀行と言えなくもなかったんですけれども、しかし悪く言うと特定の優良貸し出し先の企業というのをまあ持ってなかったという、まあ、極めて中途半端なメガバンクという言い方もできます、はい、すなわちということで、まあ、例えば三菱 UFJ はですね、明らかにまあ三菱グループですよね。三菱商事だとか三菱重工だとか、まあ、そういうまあ三菱グループに対して、まあ、結局特定のまあ優先的な貸し出し先っていうのは持ってたということですよね。だから三井住友ってなると、まあ、三井グループだとか住友グループにやっぱりですね、まあ、優先的なまあ優良貸し出し先っていうのを持ってたということです。ところがみずほっていうのは基本的には政府系、まあね、大きくは3つで、細かく言えば4つの銀行が合併してるわけですけど、はい、みずほの場合は基本的には政府系が合併しているんで、だからそういう特定の優良貸し出し先っていうのがまあなかったんですよね。で、まあ、唯一民間出身だったのが、まあ、富士銀行、旧安田銀行ということになりますけれども、まあ、安田財閥の場合はですね、まあ、三菱とか三井とか住友と違って、まあ、金融専業のまあ財閥だったんですよね。だから安田銀行とか安田生命
とか、まあ、そういう銀行とか保険とか金融専用グループだったので、だから、まあ、例えば三菱商事だとか三井物産だとかですね、もしくはそう不動産会社だとかですね、まあ、そういう本業というか事業をやっている、まあ、有料貸し出し先っていうのを、まあ、結局、まあ、みずほは持ってなかったということです。はい、なので、みずほの貸し出し先の顧客基盤っていうのはですね、例えば鉄鋼だったら JFE とか、自動車だったら日産だとか、商社だったら丸紅とかですね、それぞれの業界の2位以下の企業にみずほはお金を貸していた、そういう貸し出し先を開拓していっていたということです。はい、結局、銀行業っていうのは、どの企業にいくらを何パーセントの金利で貸すかということに尽きるんですよね、結局。だから、資金量でこそ、みずほは30年前の合併当時で日本最大だったものの、肝心要の有料貸し出し先の企業の数、そして質ですね。で、競合銀行と比べて、劣っていたので、収益、売上で見た場合、結局、20年間で減らしてしまったということですね。はい。で、競合三菱 UFJ が、この20年間で売上を増やす中で、みずほは逆に減らしていたということです。はい。しかも、ということで、今度は売上じゃなくて利益で見た場合、しかも直近7年ですね、いわゆるこうアベノミクスの影響があったからの、直近7年の今度は利益で見た場合にですね、はい、みずほの場合は2015年の利益が1兆円でしたが、直近の22年は6000億ということですよね。で、三菱 UFJ の場合は2015年が 1.7 兆円だったのが、直近22年は 1.5 兆円ということで、みずほも三菱 UFJ も、アベノミクスの影響で両方とも収益減らしてるんですけど、みずほの方が大きく減らしているということですね。はい、ということで競合三菱 UFJ と、みずほの外部環境の変化っていうのは同じだったということです。はい、すなわちということで、まず異次元の金融緩和ということで、日本銀行がですね、銀行が持っている国債っていうのを大量に買い取って、結局銀行に対して大量のお金っていうのを供給しましたということですよね。で、異次元の金融緩和を行いましたと。そしたら銀行からすると、商品であるお金の希少価値っていうのが大幅に低下しましたので、だから貸し出し金利が低下しましたと。それはすなわち銀行の収益力の低下ですよね。せっかくお金を貸したとしても、金利が下がってるんで、だから同じ業務を行っても同じ仕事を行っても結局入ってくる、売上利益っていうのが低下していたとですよね。これはみずほにとっても三菱 UFJ にとっても全く同じ外部環境の変化だったということです。はい、で、同じ外部環境の変化でしかも扱ってるのは同じ商品なわけですよね。すなわちお金っていうのを扱ってるということですけれども、しかしみずほはですね、三菱 UFJ に比べて大きく45% も利益を減らしてしまっていたということですよね。はい、これはもう組織の強さですよね。要するに派閥争いに忙しいみずほとですね、グループの結束力がある三菱ですよね。あとは顧客基盤の厚さですよね。やっぱり三菱っていうのはそれだけですね、三菱グループとかもしくは各業界の一位企業とかに顧客っていう形で持ってる貸し出し先というのを持ってる、それに対してみずほが持ってる貸し出し先っていうのは業界2位以下の企業が多いということで、顧客基盤の厚さ、こういったことの違いというのが、そのまま利益という数字の差に表れているということです。だから利益は両方ともですね、2社とも減少してるんですけど、その減少幅っていうのが大きく違ったということです。はい、そして今後も、その傾向ははっきり言って同じということです。はい、企業経営は必ずしも合理的に行われているわけではないということです。ニュートンの運動第一法則ですね。止まってる物体は止まり続けるし、動いている物体は同じ運動、等速直線運動をそのまま続けるという、あのニュートンの運動第一法則に支配されているかのように、企業は現状の方向を頑固に守ろうとし続けるということですね。いわゆる企業にも慣性の法則っていうのが働き続けているということです。だからということで、昨年ですね、22年末にですね、日銀が事実上の利上げっていうのをしたんですけれども、じゃあその影響っていうのがですね、どういうふうになっていくかという、今後の結果に関しても、組織力、そして顧客基盤の厚さで勝る競合の三菱 UFJ の方が、みずほよりも、機会チャンスを数字に反映させていくということは、容易に予測できるということですね。
はい、であればということで、まあ、今後の持続的な利益成長の可能性っていうのがあるのは、まあ、三菱 UFJ の方だけということです。はい、つまりみずほにはないということですね。でもし今後みずほの、まあ、増配とか、まあ、株価上昇の原資になる当期純利益が伸びないとするならば、まあ、当然ですね、企業価値も、まあ、伸びない、まあ、横ばいということです。なんでかって言ったら企業価値っていうのはこれからですね、まあ、みずほが上げるであろう当期純利益のですね、将来合計の、まあ、現在価値に割り引いたものっていうのが企業価値なんで、まあ、今後当期純利益が伸びないということであれば当然企業価値の数字も上がらないということです。はい、株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、まあ、みずほの今後の株価はですね、1898円近辺で横ばいというふうに予想します。はい、ということで今回はですね、まあ、みずほ投資対象としてはということでやってきたんですけど、高配当、ただ株価は横ばいというのが今回の結論になります。はい、もし今回の動画ですね、あんたのお役に立ったということであれば、高評価、チャンネル登録、そしてメルマガ登録ですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。